乾杯。みんな、過激団体戦初戦突破おめでとう。でも気を抜いてばかりはいられないですわよ。次の2回戦の相手が決まりましたわ。ついに来たか。それで相手はどこなんですか。次の対戦はロンドン歌劇団、剣に正義を捧げた騎士たちが相手です。ロンドン歌劇団、やっぱり勝ち上がってきましたね。最強の剣士と名高いランスロットを擁する円卓の騎士か。ベルリン歌劇団と並ぶ優勝候補の一角、まともに戦って勝てる相手ではないわね。もともとアザミたちが楽に勝てる相手なんていない。アザミの言う通りだな。俺たちは誰が相手でも勝つしかないんだ。大丈夫、私たちなら絶対に勝てます。諦めたらそこまで、頑張ろうよみんな。おめえ本当にいつもいつも楽観的だな。でもよ、さくらさんがそうやって大丈夫頑張ろうって言ってくれると本当にできる気がしてくる。不思議。あなたが言うなら今度もきっと勝てる。私たちもその思いを信じるわ。みんな自分と仲間を信じ最後まで戦い抜こう。そうすれば必ず道が開けるはずだ。あなたたちならロンドン歌劇団にも勝てる。私はそう信じていますわ。それじゃ神山くん、あとはよろしくね。は
高性能な量子戦闘機に攻守に優れた高名な騎士たちか。上海歌劇団とはまた違った強さだな。どう戦うべきか。ん？あれ、アザミはどこ行ったんだ？あれ、さっきまでいましたよね。いたはずですよ。でもいつの間に。時々あるんだよなあいつ。いなくなる前に声かけてくれればいいのによ。まあいいか、後で探してみる。ん？おお、みんなおめでとう。デージか、お祝いの品でも持ってきてくれたのか。なんでわかった？その通りだ。あ、お前が俺をお祝い。お前のなわけねえだろ、さくらちゃんのだ。え、私にプレゼントですか？ああ、喜んでくれ。君の無限がもうすぐ到着する。本当ですか？ああ、ロンドン戦までには調整も間に合わせるよ。ありがとうございます。やったじゃねえか、さくら。さらなる快進撃の始まりだぜ。はい、ロンドン戦絶対勝ちましょう。この勢いで次回公演の方もうまくやりたいですね。そうね。夜叉の襲撃で帝都の人たちは不安の中にいるはずよ。その人たちに笑顔を取り戻すのは私たち歌劇団の大切な役目だわ。アナスタシアの言う通りだぜ。今必要なのはみんなの笑顔だ。ええ、私たちの公演でデートを笑顔にしましょう。よし、燃えてきた。公演も大成功、歌劇団対戦も大優勝してやるぜ。行くぜみんな、力を合わせてやり抜くぞ。今日も本を読んでいるのかい、クラリス。はい、昔読んだ本を読み返しているんですけど、不思議なんですよ神山さん。前に読んだ時よりもずっとずっと面白いです。隠されていた言葉の意味に気づいたり、見逃していた関係を発見したり、読み返して、ああ、こんなに深い物語だったんだってまた感動させてもらって本ってこんな風にも楽しめるものなんですね。なるほどね。もしかしたら脚本を書くようになったからかな。ええ、そうかもしれません。自分も書くようになって、書いている人の考えが分かるようになった。初めてそれに気がつきました。神山さん、私脚本を書き始めて本当に良かったです。私に機会をくれて本当にありがとうございました俺が何かをしたわけじゃないよ。クラリスが自分で決めたんだ。帝劇のために面白い脚本を書いてくれてありがとう。これからもよろしく頼むよ、クラリス先生。はい、頑張ります。でも先生はやめてくださいね、恥ずかしいです。you
アナスタシアさん、課題が終わりました。それ本当？課題を出してからまだそんなに経ってないわよ。はい、頑張りました。よかったら見てもらっていいですか？いいけど、いい加減なものだったら即失格よ。じゃあ、始めてちょうだい。問題なくできていたわ。確かに実力をつけてきたようね。よかった、朝晩通してやった甲斐がありました。他に課題はありませんか？新しいのもやりたくて。呆れた子ね。やる気があるというより、やる気を生み出す天才といった方がいいわね。あ、そう。どうしたんだい？ああ、実家から帰ってこいって連絡が来たんだ。達穂の実家って神社だったよな。大丈夫か？何かあったのか？帰ってきて神社の仕事を手伝いだとよ。どうせそのまま私に神社を継がせる気なんだ。私はまだまだ花組をやめる気はねえっつうのにさ。けど私は神社の仕事も嫌いってわけじゃねえ。巫女やんのも境内を掃除すんのもさ、不思議なんだけどよ、神事やってると心がすっと晴れやかになるんだ。アツホならもし神社を継いでも立派にやっていけそうだな。おっとりめえよ。でもやっぱりそれはずっと先の話だな。私は花組が大好きなんだ。みんなと一緒にどんどん成長していける感じでさ。それにさくらも最近張り切ってるみてえだから、暴走しねえように見ててやんねえとだしな。よろしく頼むよ。初戦に勝利したと聞いたよ。おめでとう、神山くん。ありがとうございます。次の試合も勝てるよう精進します。良い心構えだ。怠けた者に待つのは敗北だけだからな。時に神山くん、君はさくらの戦いぶりをどう見ているかね。そうですね、さくらのこと本当に心配なんですね。それは違うと言いたいところだが、君の言う通りだな。師というものは弟子の行く末を気にかけるものさ。さくらのように手がかかった弟子ならなおさらだ。さくらのことなら心配無用です。
戦力としても仲間としてもみんなに頼りにされています。そうか、それを聞いて少し安心できたよ。ありがとう。神山君も知っての通り、さくらは子供の頃から帝国歌劇団に入り活躍することを夢見ていた。そのためにまずは一人前の剣士になるのだと誰よりも熱心に剣の稽古をしていたものだよ。あの時の努力が今のさくらを支えているのなら、師としてこれ以上嬉しいことはない。悪州さんがそう言って喜んでいたこと、さくらに伝えておきますよ。いや、それはやめてくれ、神山くん。今の話は他言無用に頼む。さくらには慢心してもらっては困るからな。まだまだ精進あるのみだ。
無事に解決してよかったね。ええ、これもユイさんとシャオロンのおかげです。そういう神山もなかなか頑張ったと思うよ。ありがとうございます。なあ、神山。ん？過激団っていいもんだよな。ああ、上海歌劇団はなくなっちまうけど、俺の心は、魂はなくならねえ。この心がある限り、俺は平和を守り続ける。歌劇団ってのはそういうことなんだ。シャオロン大したやつだな、本当に。当たり前だろ。俺を誰だと思ってるんだ。俺こそ上海歌劇団隊長、ヤン・シャオロンだ。よう、隊長さん。どうしたんだよ、初歩。何かあったのか？あ、いや、なんでもねえよ。その、呼び出して悪かったな。おい、隊長さん、あんま人のものをジロジロ見ないでくれ。なあ、初歩、何かあったのか？別に、何もねえよ。悩みがあるなら、俺に言ってくれていいんだぞ。何も、なんて言えばいいか、わかんねえよ。もしかして初歩、例の実家に帰るって話が本当になったんじゃないだろうな。もしそうだったらどうするってんだよ。絶対に返さない。初歩は花組に必要な存在だ。そうかい、ありがとうよ。素直に嬉しいぜ。でも安心しな、実家に帰るなんて話はねえからさ。よかった、安心したよ。どうもよくわからないな、初歩。一体どうしたんだ？何を悩んでる？なんかさ、参っちまったんだよ。私は何もできないなってさ。私たちは上海歌劇団に勝った。ほんとすげえことだと思う。でもさ、私なんかいなくても花組は輝けるんじゃないのかな。私には
何にもない、何にもないんだ。どこ見てんだよ。え、いや、たくスケベな隊長さんだぜ。また見てやがる。ごめん。仕方ねえな、今だけちょっとだけ特別だ。何するつもりだよ。たっくん、油断も隙もねえな。そんなに塞ぎ込んで、いつもの表情豊かで楽しい初歩はどこに行ったんだよ。私だっていつも楽しいばかりじゃねえよ。これか。うちの神社じゃ綱たすきって言うんだけど、変かな。いや、そんなことないよ。初歩の切符の良さをよく表していると思う。切符がいいか。表情豊かといえば、初歩は話す言葉もいろいろと表現豊かだよな。口が悪いのは生まれつきさ。悪いけど諦めてくれ。口が悪いといえば悪いけど、不思議と嫌な気持ちにならないんだ、アツコの場合。そうか。それならいいけどさ。それもアツコが正直だからだよ。みんな分かってる。うん、おう。見るなよ。さくらみてえな綺麗な手じゃないんだ。その大道具をいじったりしてると時々引っ掛けたりして、どうしてもさ。切符がいいって言われてもな、そんなの何の役にも立てしないぜ。アツホのその人柄が周りを明るくしてくれるんだよ。十分みんなの役に立ててるじゃないか。そう。細かい傷は確かにある。だが美しい傷じゃないか。舞台のために力仕事も厭わない。そんな初歩をみんな頼りにしてるんだよ。自分には何もないって言うけど、初歩には他のみんなにはない力があるよ。他のみんなにはない力？んなもんあるわけねえだろ。元気づけようとしてくれるのは嬉しいけどよ、そんな適当なこと言われたって。適当なんかじゃない。いいか初歩、君が持っている力、それはみんなを笑顔にする力だ。初歩だけの素晴らしい力だよ。そんなの戦いに必要ない力だろ。ああ、そうかもしれない。だけど笑顔なくして人は生きられないんだ。みんな初歩に元気をもらってる。初歩は花組の太陽なんだ。
ありがとよ、隊長さん。あんたの言葉で何か救われた気がする。あのさ、もっと近くに行ってもいいかな。ああ、もちろんだ。何も遠慮することなんてない。うん、うん。隊長さん、教えてくれ。あんたの目には私はどう見える？その髪、俺は好きだよ。あ、うん、ありがとうな。こうして間近で改めて見るとさ、ハツコって意外に美人なんじゃないか。意外ってなんだよ。これでも小さい頃から東雲神社の女神様って言われてたんだぜ。また、ハツホの笑い声が聞きたいな。いつもの私に戻ったらな。けど、今はもうちょっとだけいいだろう。なあ、ハツホ、やっぱりまだ自分に自信が持てないか。そんなことないぜ。あんたに私の力を教えてもらったからな。ただ今は近くであんたを感じていたいんだ。それだけだよ。なあ、ハツコ、ちょっとだけ髪を撫でてもいいか。ああ、いいぜ。私も撫でてほしい。なんか嬉しいな。安心するのにドキドキするぜ。ね、熱はねえよ。でもほっぺたがさ、熱くて変なんだ。なあ、隊長さん、あんたの手で触れてくれないか。ああ、ひんやりして気持ちいいぜ。それに、なんだか嬉しいな。あたりが暖かいや。こんな気持ちになったの初めてだ。けど隊長さんよ、あんたはすげえやつだ。あんたの言葉は私に力をくれる。私が何なのか答えてくれる。だから教えてくれ。私は何なんだ。ハツホ、俺には君が。ハツホに見える。ハツホはどんなハツホだってハツホだよ。なんだよそれ、意味わかんねえぜ。けど私は私でしかないんだよな。どこに行ったって、何があったって。ありがとよ、隊長さん。なんか吹っ切れた気分だぜ。さーて、魔法の時間はそろそろ終わりだ。今からはいつも通りのハツホちゃんだぜ。
確かにいつも通りの初歩だ。なんか安心したよ。ま、ちょっとばかし心配かけちまったかな。けど、もう大丈夫だぜ。そうか。それじゃ、俺はそろそろ行くよ。あ、で、ちょっと待ちなよ、隊長さん。ん？そういや、私の胸にずいぶんご執心だったよね。え？やっぱりバレてた？今は気分がいいから、こんぐらいで許してやるよ！おはようございます、神山さん。おはよう、クラリス。おはようございます、神山さん。よう、おはよう、隊長さん。今日も頑張ろうぜ。ああ、おはよう、さくら、あつこ。それじゃ、神山くん、今日もよろしくね。はっ。おはよう、キャプテン。おはよう、アナスタシア。そういえば、アザミを見ていないな。
私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。さくら、今演じた通りにやってみて。わかりました。でも、もっと演技に感情を込めた方が良くないですか？それじゃあ感情を込めすぎなの。こう言ったらわかるかしら。あなたが剣を振るう時のことを思い出して。常に力むのではなく、切る瞬間に力を爆発させるでしょう。演技もそれと同じ。ただ漫然と感情を込めたのだね。ここぞという一番の見せ場で感情を爆発させるの。剣と同じ、そういうことなんだ。わかりました。草よ、風よ、光よ、夏を彩る者たちよ、私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。あのダメでしたか？いえ、悪くはないわね。いいんじゃないかしら。及第点よ。本当ですか？ありがとうございます。アナスタシアさんのご指導のおかげです。私の指導？違うわ、あなたの実力よ。たった一度の指導でここまで変わるなんて。アナスタシアさん、今のは演技の初歩の初歩できて当然。これぐらいで安心されたら困るわよ。分かっています。ご指導ありがとうございました。練習の成果を聞くつもりだったけど、あの様子だと聞くまでもなさそうだ。アナスタシアの指導のおかげで桜の実力が開花し始めたのかもしれないな。
悲しい声が聞こえる。やっとだな。私もアナスタシアさんみたいな大女優になって戦術を盛り上げるぞ。アナスタシアさんみたいに、みたいに、私みたいな貧乏な体で、誰かに揉んでもらえば大きくなるとか聞いたことあるけど、試してみようかな。なんだって、何を揉むって言うんだ。体が勝手に。さくら、話は聞かせてもらった。何も心配することはないよ。そっか、夢なんだ。だよね、こんなことあるわけないし。でもこんな夢見ちゃうなんて恥ずかしい。聖兄さん、ごめんなさい。いや、いいんだよ。じゃあまたね、さくら。さんの顔まともに見れないよ。ちょっと調子に乗りすぎたかな。なんだか悪いことをしてしまった。こら、バカ清十郎、もうこんなことしちゃダメだぞ。あ、少し。
クラリス、ちょっといいかな。さっきノートを拾ったんだけど、クラリスのものみたいだったから届けに来たんだ。見ましたか？ん？何をだい？とぼけないでください。ノートの中身です。見たんですか？ああ。そういうお年頃ってあるよね。世界に喧嘩を売りたくなるというか。違います。私を子供扱いしないでください。すまない、そんなつもりはなかったんだ。ただこの、たとえ世界のすべてを敵に回してもってのが。口に出して言わないでください。宮本さん、私をからかってそんなに楽しいですか？あのノートは思いついたことをただ書き綴っただけなんです。脚本の卵というか、まだ意味は全くないので、誰かに見せるようなものじゃないんです。脚本の卵か。なんだか貴重なものを見た気がするよ。もう言わないでください。お願いですから忘れてください。じゃないと。悪かったよ、忘れた。もう全然覚えてない。もう二度と言わないから許してくれよ。あなたはプレジデント G と一緒にいた。ミスター I と呼びたまえ。帝国歌劇団花組隊長、神山清十郎。はあ、そのミスター I さんが何の用ですか？プレジデント G の使いで来たのだよ。ある人物の身柄を拘束する任務を受けてね。身柄を拘束って一体誰を？望月あざみだ。あざみを？なぜ？どうしてなんですか？これを見ろ。これはあざみ？この仮面の男は誰だ？わからないのか？いや、分かっていてとぼけているのかな？どういうことですか？歌劇団大戦の開幕式を襲った甲馬夜叉は特徴的な仮面を身につけていた。時を同じくして発見されたこの奇妙な仮面の男、無関係だと思うか？それはつまり、その不審な男と密会を続ける望月あざみは甲馬のスパイと考えられるのだよ。そんなことは絶対にありません。アザミは俺たちの仲間です。すぐにでも拘束したいところだが、まあいい、まだ調査の途中だ。それでは私はミズ S のところへ行くよ。また会おう。あ
サミがコーマと会ってる。そんなバカな。行ってたんだ。探したよ。里の掟12条、任務を悟られてはならない。だから言えない。掟なのはわかるけど、どこで何をしてたか教えてくれないかな。掟は大事。忍者は掟を守らないといけない。そこまで言うのなら、分かった。もう聞かないよ。里の掟67条、諦めが肝心。それがいい。そんな掟まであるのか。だけどアザミ、一つだけ隊長からお願いだ。何？言える範囲だけでいい。何か不安があるときは、あらかじめ教えてほしい。そうじゃないと君を守れなくなる。分かった。言えることは報告する。ありがとう。ああ、支配人室に用があるなら今はやめておいた方がいい。これは隊長命令だ。命令。分かった。後にする。いい子だ。神山清十郎、参りました。入りたまえ。やっと来たか。遅いぞ、神山清十郎。ちょうど今、ミズ S にスパイのことを伝えたところだ。アザミはスパイではありません。それを証明できるのか。できるのなら証拠を出してみろ。それはそれではミズ S、 私は失礼する。私の言葉をプレジデント G の言葉だと思ってしっかり遂行してくれたまえよ。困ったことになったわね。支配人、アザミはスパイではありません。どうしてそう思うのかしら。例の写真は何をしているかまではわからない。スパイである証拠もありません。ミスターアイはそう思っていないわ。アザミが会っていた仮面の人物、あのヤシャとの関連を疑っているみたい。仮面をかぶったらコーマの仲間ですか。勘違いしないで。私もアザミがスパイだなんて思っていませんわ。でもそれを納得させるだけのものが必要なのよ。証拠はこれから探します。アザミがスパイでないと必ず証明してみせます。頼んだわよ。アザミはやっぱりいないか。一体どこに行ったんだろう。キャプテン。ああ、アナスタシアか。珍しく浮かない顔をしているわね。どうかしたの。いや、ちょっとアザミを探してるんだけど、どこに行ったか知らないかな。
アザミなら、さっき外へ出て行ったわよ。外へ？まさか。アザミが、どうかしたの？いや、なんでもないんだ。ありがとう。そう？それじゃ、私は行くわね。スパイ疑惑を信じるわけじゃないが、仮面の男が何者なのか、確かに気になる。よし、まずはアザミを探して話を聞いてみるか。